石狩線は、かつて、日本国有鉄道自動車局、北海道旅客鉄道、JR、北海道バスが運行していた自動車路線である。本港では、かつて運行されていた、都市間、バス路線である高速沼田号についても記述する。本路線の歴史は、第二次世界大戦下において、不要不急路線として、殺傷線が、資材教室のため休止となったのを受け、 鉄道線の代行という使命のもと、1943年10月に、石狩月形駅と、石狩尾岩家駅間 51km の運行を、開始したものに橋を発する。1944年7月には、石狩東別駅と石狩月形駅、石狩尾岩家駅と石狩沼田駅を結ぶ区間に、ついても開業、殺傷線の石狩東別駅以北の区間を、 小 A バスにより代行輸送することになった。この時、既存の民営バス事業者に影響が出るとして、本路線の運行開始にあたっては、北海道中央乗り合い自動車に、金銭保証が行われた。終戦後、殺傷線の運行が再開されると、本路線の使命は、鉄道線の培養へと変わり、鉄道のフィーダー輸送が主となったが、 1972年6月に赤字83線の一つに指定された殺傷線新戸津川駅以北が廃止された際には再び代行輸送を行うことになった。その後は地域輸送が主体となり、1993年からは札幌への特急バス高速沼田号の季節運行を開始するなどの動きもあったが、徐々に路線網は縮小され、 2003年3月1日をもって全線が廃止された。大部分は北海道中央バスへ引き継がれ、一部は沿線の町の町営となった。なお JR 北海道バス運行当時に滝川駅、砂川駅発着であった路線は北海道中央バスへの移管の際に発着地点が北海道中央バスと統合された。 札幌駅、浦臼駅、新戸津川の王庫、雨流市街和市街、壁水市街、石狩沼田駅、滝川ターミナルは2018年4月1日のダイヤ改正でターミナル設備の利用を終了、以後は滝川駅前に新設されたバスターミナルに乗り入れている。砂川ターミナルは2009年4月1日のダイヤ改正でターミナル設備の利用を終了、代替として、 近隣地に砂川市立病院停留所を設置している。ウラウス町と月形町の境界付近にある。北海道中央バスは区間性運賃、ウラウス町 A バスは均一運賃であった。また停留所も若干異なっていた。これらの停留所の増設は石狩線の北海道中央バス移管と同一日に行われたのではない。詳細は、 北海道中央バス滝川営業所、高速ルモイ号を参照。北海道中央バスが、滝川ターミナル沼田駅前を運行していた当時も、沼田町 A バスは、学校登校日に限りは沼田駅前を一往復運行していた。鉄道省国時代282号、官報1943年9月28日、鉄道省国時代360号、 漢方1944年7月17日、JR 代替バスカバトル号月型浦ス線バス、時刻表。浦ス町。2020年4月24日閲覧。中央バス24年冬大ヤ時刻表砂川館内。北海道中央バス。2012年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年3月27日閲覧。 乗り合いワゴン。聖和運輸。2012年3月27日閲覧。浦ス町営バス時刻表。浦ス町。2020年4月24日閲覧。広報沼田。平成25年6月号。沼田町。P5。2020年11月29日閲覧。広報沼田。平成30年4月号。沼田町。 T12 2020年11月29日閲覧。ありがとうございます。